県道活用区間の県道19号、南九州川鍋ダムインターチェンジ、南九州高度インターチェンジ関西予交差点を、枕崎方面から、鹿児島方面に望む南刹建て関道は、鹿児島県鹿児島市を起点とし、鹿児島県枕崎市に至る、延長約40キロメートルの地域港、規格道路である。1994年12月16日に、候補路線に、 1998年6月16日に計画路線に指定され、2017年3月26日に、チランカネ水車インターチェンジから、南九州チランインターチェンジまでの区間が開通した、ことにより全線が開通した。鹿児島インターチェンジから、谷山インターチェンジまで及び、南九州川鍋ダムインターチェンジから、南九州チランインターチェンジまでの区間は、 自動車専用道路として供用されており、谷山インターチェンジから、南九州川辺ダムインターチェンジまで及び、南九州地覧インターチェンジから、枕崎市までの区域は、一般道路として供用されている。自動車専用道路として、イブスキスカイラインの鹿児島インターチェンジ、谷山インターチェンジ間、南九州川辺ダムインターチェンジ、南九州地覧インターチェンジ間が供用されている。 また、一般道路として下で道路が供用されている。谷山インターチェンジ南九州川鍋ダム、インターチェンジ間及び、塗り木枕崎間は、計画路線となっているが、谷山インターチェンジ南九州川鍋ダム、インターチェンジ間及び、塗り木交差点枕崎市間は、既存道路の改良による整備を行い、2017年3月26日に、 チランカネマ水車インターチェンジ南九州チランインターチェンジ間が開通したことで、南刹建間道前線の整備完了となった。県道19号の一部区間であり、南九州川鍋ダムインターチェンジ、南九州川鍋インターチェンジまでの区間。総延長6 5トル2010年8月27日に、南九州川鍋ダムインターチェンジ、 南九州高度インターチェンジ間が開通し、2012年8月8日には、南九州高度インターチェンジ南九州川辺インターチェンジ間が開通。これにより、川辺道路は全線開通した。県道27号の一部区間として建設される、南九州川辺インターチェンジ南九州地欄インターチェンジまでの区間。総延長 3.9km。この区間は、 自動車専用道路として整備。2016年3月27日に、南九州川鍋インターチェンジから、チランカネヤマ水車インターチェンジまでの区間が開通。2017年3月26日に、チランカネヤマ水車インターチェンジから、南九州チランインターチェンジ間が開通し全線、開通した。県道27号の一部区間として建設される。 南九州知覧インターチェンジから知覧交差点までの区間。総延長 1.8km。この区間は一般道路として共用。2016年3月27日に開通。県道27号、県道34号の一部区間として建設される知覧交差点から南九州市地覧町、西本の塗り木交差点までの区間。総延長 3.4km。 2012年4月17日に整備区間となった一般道路として共用2016年3月27日に全線が開通軸やトンネルありがとうございます